道行けば人情街道、今回はですね、加賀市の片野にやってきました。いや、武井さん、はい、そこにですね、面白い看板があるんですよ。おお、気になりませんか、これ片野の森、はい、なんですかね、この看板ね、はい、こっちって書いてあるから、はい、行ってみますか。ここですね、片野の森、ちょっと入ってみますか。あ、どうもこんにちは。あ、こんにちは、どうも。どうも、石川テレビの竹内です。はい、どうも、火山の森の中道です。よろしくお願いいたします。はい、どうも。この片野の森っていう、はい、ここは何ですか、この建物。上がゲストハウス。あ、宿泊のゲストハウスなんですか。昔、ちょうど養豚の四千頭からあったんですよ。あ、ここ養豚場だったんですか。宿舎やったの、これ。もともと養豚場 の、 その従業員の方の宿舎だったところを、うん、改装してゲストハウスにしたんですか。うん、はあ。これはいつできたの。ここ去年のオープンしたのが去年の7月15日オープンして、うん、今ちょうど1年経ったところなんです。1年ちょっとなんですね。そうです、そうです。はい、はい。わあ、これが食堂やから広いですね。それから会議もできるし、子供たちは全部ここで食事できる。はあ、このルンバじゃないけど。いや、これがおって助かるんや。全部これに掃除させてもらうんですか。そんな上はダメやけど、ね、下だけでも。ああ、そうですか。うん、いや、今便利な時代ですよね。そうそうそう、これね。はい、いやー、でもやっぱり新しいから綺麗でいいですね。こうやね。ああ、これ、ここがお部屋ね。ほら、これなんて通しになったんですよ。隣のお部屋と。そう、うん、だからこれはみんなお客さんは便利なって言うてくる。開けたら向こうとつながる。そうです、そうです。こんなお部屋がいくつぐらい全部来たの。15部屋あるんですか。15あるんです。じゃあ結構泊まれますね。うん、だから団体店さんでいらしても、いいですよって言うし。それで空き地面を全部整地して、うん、それでじゃあどうしようと、キャンプ場。あ、ここキャンプ場なんですか。うん、そう。こっちもそうだし、うん、うわ、確かに広いですね、これ。全部その、中口さん一人で、そう、やってる。作って、うん、でしかもやってらっしゃるんですか。やってるね。そうや、一人でボケ取れんねや。大変ですね。うん、だからそれでいいんじゃないかな。片野って比較的海も近いんでしょ。近い。ここから、うん、ちょっとして車でゆっくり行っても3分で。そうそう、夏だと海水浴のお客さんとかもいらっしゃるの。去年はね、わしひどかった。お客さんの送り迎えで。で送ってくるでしょ。うん、ほんで次何分に迎えに来てって言うと、それ戻ってくるとこっちにまた待っとるわけ。ほう、お客さんが。ほんでそれを向こう送り届けて、その人は時間になってくると、おいって言うと、ほんで上がってくるわけ。え、中内さん、送り迎えしてらっしゃるんですか。そうです。ちなみに送迎は どんな車で送迎されるの。あのね、タイのタクシーツクツク。え、3年前に買うたんや、遊びで。ツクツク。うん、ツクツク。タイの車なんですか。なんですか、この乗り物は。かっこいいですね。三輪車じゃないですか。これですか。これトゥクトゥク。これがトゥクトゥク。あ、ちょっと乗ってみて。ああ、どうぞ。ちょっと。スタンダラキ。またぐんや。先生。これ。うわ。あ、この下のこれなんですか、このペダルは。ブレーキ。あ、これどっちもブレーキなの。クラッチ。クラッチか。そう、クラッチね、もう忘れちゃいましたよね。どうやってするのか。おお、かかったかかった。これやで、これでいいんだ。あれ、ダメだな。ゆっくりゆっくり浮かして浮かして、もうちょっと浮かして、ゆっくり。あ、怖い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 。これはダメですね。これダメですね。
出発進行いやなんかあれですね、遊びやお祭りやこれ乗ってると観光気分になりますよね。そうやね、あ、これは皆さん喜びますね。いやいいとこです。あ、やっぱり海は行っても気持ちいいですね。中口さんもやっぱりちっちゃい頃はでもあれでしょ、じいさんに連れられては海水食っておった、うん、行ってましたか、うん、そうですか。でももうね、間もなくもう80歳になろうかって、やっぱり本当お元気で。いやいや、そうでもないけど、やっぱり頑張らんじゃんね。あ、やっぱその気持ちですかね、気持ちの持ち方で。そうや、やっぱ人っていつもまでも若々しくいられるんですかね。そうやろな。すごく見た目も素敵じゃないですか。そうですね、はい、彩りも考えて、ね、はい、